どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。今年の目標は推しを死なせないことなので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは僕の心のやばいやつ、カルテさん、僕は抱きしめてです。なんだろう、僕は抱きしめて、山田王じゃない、多分もう多分そのままだと思うけどね。まあ、まあ前回のおさらい第2話が、まあ僕は死んだだったんだよ。でコメントでもね、こうあれじゃないこれじゃないみたいな感じでいろんな風に教えてもらって、ああでもね、なんかそのいろんな意味を含んだ死んだだったね。まあお墓がこうあったりやらさ、あの心を射抜かれたりやらさ、いろいろ、まあ、前回のコメント欄を見てもらえればねいいんだけど、なんかいいな。でもね、なんかね、マジで思うんだよな。これは、エッチだ。今回も、やばいと思うんだよな、サブタイからして。どういう風になるんだろうか、楽しみなんでね、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。ちょっと寒い。今、朝6時。寒い、冷えるね、うん、はい、それでは、Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。あー強そう、強そう。山田やん、山田やん、中学生でモデルってすげえな。あーでもなんか一人おったわ、同級生で。中学生ではなかったけど、高校生ぐらいからモデルやってる子はおったね。小中の同級生だけど。でもなんか読モとかなんかそういうあれじゃないよ。全国のあれじゃないけど。まあその地元の熊本のね、熊本のなんかその、なんて言えば地元紙だ。熊本でしか出してないやつのそのモデルさんやってた同級生がおったね。あっつ、二十歳になる前だったかな、振り袖とかのモデルで写真がデカデカと鶴屋の前に貼られてたわ。あったわ。今何してんのかな、知らねえや。一回あったけどな。本編開始。山田、そっちだろうな。かーて、山田、山田だ。綺麗、綺麗だ。開いた。
頭痛があれで。いろいろあるんだよ。は？カロナールではない。カロナールス200ぐらいじゃない多分。ロキソニンかな。どっちだろう。絶対使ったやつよ。絶対使ったやつよ。やめとけ、やめとけ。お菓子がいっぱいある。そんな雑に。ド変態やん。下半身に移動してしまったもんな。あ、そっち。やめろってお前、おい、本当にやめろって。やばいってやばいって、やめろって。マジで行くの？女子の手をまじまじと見れる。いいね。深爪。違う、お前。絶対やばいやつだな。そう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 。萌好きだ。
自分が描いた絵じゃね。ほら。ラインを教えてください。中学生の時こんなやってないけど、俺もやろう。いや、萌え、お前はやめよう。お前はやめよう、萌え。どれだろう。普通にこう、俺騎乗位派だったわ。そのまま何もするな。そのまま何もするな。あ、きたね。どう。よし。やべえだろこれ。あ、やべえ。一人だけ分かんなかったな、結局。だろうな。ミルフィ。違うって。違う、ち、今その動きはやばいって。やばいなこれ。やば、肩打ったとか言うね。かわいいじゃん。
ああ山田、だから好きなんだよ、好きなんだって。あら、あ、おいおいおい、モデルの顔傷つけたよ。あらら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 、めちゃくちゃ血出とるやん、やばいやん。ベッドで休むんじゃねえ。うわー、やべえやん。うお、気づいた、気づいた。あ、やばい。お、うわ、うーわ、もう、うわー、マジか。何杯さ。バスケットボール、バーン。よしではない。
こで泣くっていうのは。バーガー、もう本当にうるせえな、お前ら、本当は。しょうがねえな。でも泣くよな、これは。撮影行きたかったよな。中学生の時からこんだけプロ意識持っとるっていうのはすげえわ。やるやん、やるやん、頭いいな。え？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 気づいてんじゃね？もう市川ってここで僕は抱きしめた。いやー、いやー、マジで一瞬で終わるな。本当にマジで一瞬で終わる。ええ話だったな。今回でなんだろう、完全に市川が自覚したよね。ああ、僕は山田が好きなんだって言って。でもあのバスケの、まあしょうがないはしょうがないじゃん。でもなんかね、あそこでけるのがまた良くない？ちゃんと。なんだろうな、最初の方はごめんなさいって言いよってさ、なんかお母さんからとか、マネージャーからなんかいろいろ言われてね、へこんで泣いてんのかなって思ったら、後々の方になってさ、親とかマネージャーさんの諏訪さんからいろいろ言われたけど、でもそれが悔しかったみたいなこと言うじゃん。でもやっぱ周りよりちょっとだけ大人かもね。マジで、いやこれほんといいな。いいけど、いいんだよ、いいんだけど、あの男たちほんと余計なことしかしない。タイがどうのこうの、オナニーがなんだかんだ。いや中学生の時にね、いやまあ別にその思うことはいいんだけど、そのわざわざ女子に聞いたことはねえよ。聞いたことはないよ。でも俺こうするって言ったけど、俺多分実際は多分一番最初に思い浮かんだのはこうだった。いやでも俺、いやそんな、いや俺は多分一般的だと思うけど、デリヘルのお姉ちゃんからは普通って言われたけどな。俺はやばいと思ってたけど、ああこんなもんなんだって思ったけど、ね、でも僕は抱きしめたい。あそこで抱きしめとったらだいぶかっこよかったよな。話出した後、いやでもな、でもやっぱりその役目はやっぱりあの彼氏さんになるんだよな。彼氏さんがこう頭撫でてるところは良かったよな。あそこめっちゃ良かったな。でもあれを見て男子は本当に
海綿剤だとか言い上げてバカがうるせえな。感動するシーンだそこは。全くもう。でもこれを朝の6時に見ておりますがね、僕は今6時29分でございます。どのタイミングで投稿してるかわかんないけど、俺はこれを見た後に仕事に行くからね。まあまだあと2時間ないぐらいかな、時間あるけど。朝から見るもん、まあでも朝から見るのもあれかもしれんな。よかった、終わり。もしこの動画よかったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にリンクが貼っておりますので、そちらのチェックをぜひ。ということで、僕の心のやばいやつ、カルテスさん、僕は抱きしめたいでした。ありがとうございました。ならね。